レンタン。レンタン。レンタンは、石炭やコークス、木炭などの粉を決着剤と共に、レンコン状の穴を有する、円筒型に成形したもの。冬の季語。十数種類の石炭を混ぜ合わせて、レンタン用に調合された粉炭を小石灰やピッチ、ベントナイトなどで成形して作られる。ベントナイトは、レンタンや豆炭の形状を成形するのに向き、小石灰は、 石炭の中の用を固定化して、周期や SOX の排出を抑制する効果がある、ため多用される。以前は、無塩炭などの上質の石炭から作られたが、最近では、活炭から作る技術が発達している。家庭用と業務用、工業用がある。家庭用の練炭は、一般的に4号サイズの練炭を指し、円筒型に成形され、 底面から燃焼面へ空気を通す穴が十数本ほど開けられている。4号とは4寸約12センチメートルの高さサイズである。戦前から製造されているレンタニやストーブなどの多くは尺款法に基づく表記である。中国では3号以下に相当する小ぶりなサイズが多い。業務用は家庭用と成分的に違いはないが、 飲食関連の店舗などで主に使われており、4号より大きい5号、6号、7号のサイズの練炭も使われている。練炭コンロのサイズも家庭用と比べ大きい。以前はさらに大きい養産用練炭も多く流通していた。その名残で業務用は現在農協で販売されている場合も多い。工業用はかつて低質な石炭を効率的に燃焼させるために、 核産地の石炭や固形燃料などを調合して作られ、軍用艦船などの船舶や蒸気機関車に用いられたが、当初のレンタ炭ンは現在の練状のものではなく、欧米のチャコールブリケットに習い、レンガブロックや豆炭のような形状であった。レンズ状に成形された小石台のレンタ炭ンを豆炭と、い、七輪や豆炭安価、豆大小達の熱源に用いられる。 昨今の炭火焼きの飲食店で多用されている、小型炭は、形状の印象からレンタ炭ンと誤解されている場合も、あるが、小型炭は音楽図を圧縮固化して炭化させた木炭である。4号レンタ炭ンでは、製品会社ごとに多少左右するが、通風口を開けた、高火力設定の場合は6から8時間燃焼し、下の通風口を閉めて火力を絞った場合は、約1日保ち。 さらに条件が良ければ、種火の状態で50から60時間ほど暖かさが持続する。燃焼終了後は1時間以上の冷却時間が必要である。レンタンは 23.90MJkg 以上、豆タンは 25.10MJkg 以上の品質とされている。目安として灯油は 45.4MJkg、36.34MJ。 L なので、同質量で見ると半分弱の熱量である。この時代のレンタンは、石炭をより効率の高い船舶燃料として活用することを目的として開発された。当時は、炭の粉末を練り混ぜ合わして成形したものを総称して、レンタンと呼んでいたため、現在の円柱状の商品イメージとしてのレンタンとは異なっている。明治元年に、 長崎で欧米諸国のに倣って発明され、1876年、明治9年頃から、東京の蒸気船問屋で、角型回炭という名称で売られるようになった。角炭は現在でもごく一部で販売されているが、レンガに形状が似た穴のない直方体である。この角形回炭は、呉市の入さん記念館にある郷土館に、実物が展示してある。当時の日本の石炭は、 黒煙が盛んに出る割に火力が弱く、感染用の燃料としては低質炭の型に位置していた。1894年、明治27年に海軍省の武田少佐、正しか伝わっていないが、軍艦から出る黒煙対策に山口県の大峰炭山、宇部炭港で採れる無塩炭を粉末にし、これで練炭を作って軍艦に使用した。これは海軍の核炭と呼ばれる。 海炭は、艦船用燃料としては不都合が多かったため、日露戦争を機に、山本権衛海軍大臣が、高品質の核炭を国内で受給できるよう徳山、連炭製造所を開設した、後の第三燃料省、徳山海軍燃料省。連炭は当初、二川で固められていたが、後に、台湾産の配当蜜で固めて連炭が製造された。 第一次世界大戦の終了後、世界の艦船の燃料は、技術の発達により、石炭から石油へと移行していった。これは1894年に、タービニア号が登場し、蒸気タービン機関は、それまでのピストン往復に基づく、レシプロ式の蒸気機関と比較し、圧倒的な性能を示したことによる。特に、日本海軍は、日露戦争後の88艦隊計画以降、 感染燃料を石炭から重油に変える方針にり、組用幹線の燃料はそれまでの石炭から石油へと大きく転換した。また海運会も第一次大戦後の不況克服策の面からも大型高速ディーゼル船の採用を積極化し、1926年、大正15年にはトン数におけるディーゼル船の比率は半数に達した。 それらを受け船舶燃料用の格が高い炭から、業務や家庭での熱源として、練炭の位置づけは変わっていった。家庭では、現在のような連状の穴のある円柱の練炭では、なく、当初は豆炭が燃料として、主に用いられた。江戸時代から、多丼は広く家庭用燃料としての必需品であり、多丼の需要を置き換える形で、より高火力で燃焼時間の長い豆炭が広まっていった。 レンタンを一般に普及させたのは、群馬県出身の小野沢達五郎である。養蚕が盛んであった群馬県で、養蚕室の本に煙が出ず火災の恐れが少ないレンタンの普及に努めた。また自らレンタンの研究を行い、木炭や焚き木に比べて、火付きが悪く、強い周期があることから人気がなかったレンタンを、匂いを抑えマッチ一本で着火できるまで完了して、 全国に練炭ンンを普及させた。この練炭ンンにより、火付け用木炭の節約は一万数千トンにもなったとも言われる。戦前においては、練炭ンンは大規模な工場で製造されるもののほかに、石炭と木炭などの炭類をふのりを使って、多丼のように人力で固めて、個人や養蚕農家や小規模な商店で作る場合も多く、練炭ンン成形機も市販されていた。 この時代の練炭製形機は、現在は、アンティークものとして、骨董品店などにある。朝鮮半島のピョンヤン周辺の無塩炭は、練炭の原料としての需要があり、日本は、丹田開発を進めた。朝鮮半島は豊富な無塩炭埋蔵とは逆に、工業に向いた、歴生炭がほとんど産出せず、満州や日本などから藩への輸入が必要であった。当初、無塩炭は、 海軍燃料であったが、軍艦燃料の重油転換と並行して、用作業用の暖房燃料として、練炭需要が増えた結果、平壌周辺の無煙炭電開発が進められた。そして、大正時代の半ばに、穴開きの練炭が開発され家庭用燃料として普及した結果、平壌周辺の無煙炭の出炭口は伸びた。だが、需要が一番伸びる陶器に積み出し港である、保山。 陳南浦港が決票する弱点を、平安無援端は抱えていた。さらに、日本では、昭和の都市化の進展に伴って、蒸気機関車の肺炎に対する都市住民の苦情が強まり、日本産の歴史生誕を焚くより、平安無援端の連端を焚くことが求められた。それへの対応が不登校である、東海岸の元山港への陸上輸送ルートの確保、平岸線の開通であった。 その後の三直丹田と三直丹港の出丹港の急上昇は日本における連丹需要抜きには語られない平壌工業所は後に海軍大五燃料省となる三直無縁丹田が開発されたのは1936年昭和11年だった朝鮮総督府は朝鮮の至るところで見られた陰山への植林作業を進め連丹の普及を図った その結果、朝鮮総督府市政下を通して、山野は緑化されていった。その作業は、ダム建設の進んだ、朝鮮半島の北部の方でも進んだ。地産地水のためもあったが、無塩炭産地に近接していたからでもある。アナ・アキレン,ンは1930年代から40年代前半まで、平壌の主力産業と言えるものであった。しかし終戦を機に、 連結材としての台湾産廃糖蜜の供給路が断たれたことや、戦後の騒乱で日本人居留者が引き上げたこともあり、平壌周辺での連炭製造は途絶えることになる。現在の中華人民共和国両内商島投資にあたる、縁台炭鉱、縁台炭鉱、縁台炭鉱には、戦前、南満州鉄道経営による、連炭工場があった。 遠大炭鉱船によって日本への輸出や満州地域での利用が行われていた。終戦後、1950年代から60年代に、かけ、練炭の利用は最盛期を迎える。当初は練炭式の煙突付きストーブや練炭式の風呂の湯沸かし器など様々な製品バリエーションがあったが、植え付け、練炭コンロの発明以降、 レンタンコンロでのレンタン利用が中心になっていった。当時の日本は都市ガス不設地域外、日本の国土面積の95%以上に相当のほとんどではレンタンを中心として、焚き木、石炭、木炭などが一般的な家庭用燃料として利用されていた。しかし1960年代以降から70年代中盤にかけて社会に急激に液化石油ガス。 プロパンガスや灯油が普及するに従い、レンタンが担っていた利用用途がそれらへと置き換えられていった。レンタン製造販売会社や町の新炭店の多くもこの時期を境としてプロパンガスや石油を流通販売の中心とする業態になっていった。1954年昭和29年9月、レンタンを上面から燃やしていく植え付けコンロが 品川燃料株式会社で開発され、販売開始された。これにより、連炭燃焼時に発生する一酸化炭素を、連炭上面と燃焼板、植え付け、カバーの間の二次燃焼空間で、二次空気口からの新鮮な空気を送り込みながら、再燃焼させることにより、従来摂氏650から660度程度であった、連炭コンロでの燃焼運動を、 1060から1100度にまで向上させ、またコンロから外部への一酸化炭素の発生量も減少させた。セマウル運動は朝鮮戦争で荒れた国土を回復するために取り入れた政策であったが、その第一の手段が国土の緑化と国民生活の向上のための農村への燃料供給だった。韓国政府は無煙炭を農村へ供給し、農村での練炭の製造を 指動普及した。セマウル運動を支えた、練炭原料は、戦前に、朝鮮総督府が開発した寒温度三直炭鉱の無煙炭であった。練炭の使用には、必ず練炭用の植え付け、練炭コンロを用いること。通常の木炭用七輪では燃焼しないか、燃焼しても、盛大に一酸化炭素などの燃焼ガスが発生し、練炭自体も、最後まで燃え切らずに、 燃え残りが出る場合も多い。また、空き缶や焚き火、バーベキューグリルで練炭ンンを燃やそうとしても燃焼温度が上がらないため、立ち消えする。木材燃料用の暖炉へ入れても完全燃焼しない場合が多く、また発生する燃焼ガスのため暖炉や煙突を痛めることになる。新品の練炭ンンコンロは、使い始めの数回、塗料やコンロ自体の揮発分が焼けたり蒸発して、 かなり臭いので屋外で何度か使った後、屋内で使うようにする。レンタンコンロテーブは最初は冷たいが、着火後2時間を過ぎた辺で熱くなり始め、その後消火までかなりの熱を帯びるため、コンロの元に厚めのレンガやコンクリートブロックなどを隙間なく敷くようにした方が良い。雑誌程度では発火の恐れがあり、石膏ボードでも床が焦げる、可能性がある。植え付け。 練炭コンロでは、練炭の着火している方の面を上面にしてコンロに挿入する。品川燃料株式会社が開発した練炭の植え付け式着火。燃焼は日本では一般的だが、中国や韓国ではそうではない。練炭を素手で扱っても、軍手で扱っても手は黒く汚れるため、練炭を日常的に扱う場合は、練炭バサミ等の専用の器具を用いると便利である。 値段が高い練炭ンンほど仕上げが丁寧で乾燥炉で固く焼き締められているため多少触った程度では汚れない。練炭ンンや木炭のカセットコンロでの火起こしはカセットガスボンベの異常加熱により爆発の危険性があるため絶対に行ってはならない。着火後30分から1時間ほどは吸気口を全開にして風通しの良い屋外に置き燃焼が落ち着くのを待つ。 無煙単類とはいえ、薄い支援や、そもそも呼吸に、有害なガスが上がっているため注意が必ずである。その後、使用となるが、吸気口を長時間ずっと全開のままにしないようにする。練炭は着火後2から3時間経ってから火力が最大になり始め、通気口を開けたままでは、練炭の燃焼温度が上がりすぎ、練炭コンロを痛める場合がある。 着火後3時間ほど経った場合は、外気温によっても左右されるが、吸気口が6ミリメートルほど開いている状態でちょうど、良い。軽装土製のコンロでは、空気口を全開のまま何時間も使用すると十数回の使用で、コンロ本体が壊れてしまう。揚げ蓋から火炎ガスが上がっているのが常時見えたり、燃焼につれてレンタンが形を止めないほど加工へ、崩れていったり、燃焼時に、 コンロ本体がカチカチと音を立てている状態は、明らかに火力が上がりすぎている状態である。また、そのような場合の燃焼後の練炭は、練炭灰が原型を止めていなかったり、コンロの軽藻度の内壁が溶けて練炭灰に、へばりついていたりする。頻繁に、大火力を使用する機械が多い場合は、金属製連体コンロの方が何年も使える。特に磯釣りなど屋外では、 金属製連帯コンロの方が頑丈かつ軽量で良い。なお、金属製の養生用連単コンロは、コンクリート養生以外では、使用不可である。通常の連単コンロを室内で使用する場合は、1時間に2から3回の頻繁な空気の換気を行う。一時的に数時間使用しない場合は、吸気口を最小にすれば、暖かさは、ろうそくの非程度に抑えられ、 その間の練炭ンンの燃焼商品は通常燃焼の数分の1程度と非常に少なくなる。再度使用開始するときに吸気口を開ければ再び強い火力が戻る。ただし、吸気口の全掲時は、吸気口には小さな穴が一つ開けられているが火薬を燃やした後のような異臭が燃焼中は漂うため、コンロごと屋外に置いておく方が望ましい。なお、 レンタ炭ンは一度燃焼を始めると半日以上は燃焼が継続し、途中消化が難しい。そのため3から4時間しか使用しない場合は、七輪の飛行士をレンタ炭ンコンロ容器内の底に敷き、レンタ炭ンの代わりに豆炭をレンタイコンロに入れて使用すると良い。火力は豆炭の個数に比例する。燃焼後のレンタン角には微量ではあるが、石炭由来の各種有害物質や、 重金属などが含まれているので、庭や畑などに捨てることは避ける。自治体に相談の上、ビニール袋などに詰めて残骸がこぼれないようにして、不燃ゴミとして処分するのが適切である。かつては、一般家庭での日常の調理用熱源や、掘りこたつなど、暖房の熱源に常用されていた。現在は、釣りなど、長時間屋外で暖を取る必要がある。 アウトドアレジャーなどでの使用、屋台や飲食店での調理及び暖房器具として、また掘り子たちや練炭火鉢などを現在も利用している家庭や、長時間の煮炊きが必要な料理を日常的に作っている家庭での利用が中心になっている。なお、近年は石炭価格高騰の煽りを受けて、練炭の小売単価も年々高騰し続けている傾向にあり、 庶民の安価な燃料というかつてのイメージからは離れつつある。業務用途としては建設土木工事の現場で施行したばかりのコンクリートが凍らないように固まるまで現場を温めておく養生用として需要が高い。部屋の空間に吊り下げられる取り手のついた円筒形の金属製レンタ炭ンコンロを使用し、コンロ内にレンタ炭ンを2個縦に重ねて、 電状の練炭穴の位置を合わせた状態で燃焼させる。屋内使用では一酸化炭素の充満した養生中区画での事故を防ぐため、使用中は警告の張り紙をしておくことが求められる。養生用練炭コンロはコンクリート養生以外での使用は禁止されていい。ガスや電源を持ち込みにくく気温の低い水辺や屋,屋外での長時間作業となる水産業の現場での暖房、 食品加工用としてや、屋台形式など換気があまり問題とならない業態の飲食業で使われており、福岡の中洲や天神界隈では夕方になると、あちこちの屋台で、練炭や木炭を起こし営業の準備をしている、情景が見られる。近年、日本各地で増えている、つぼ焼き芋は、さつまいもを吊るしたつぼの中で練炭を燃焼させて、焼き芋を作っている。他、 大規模利用の例としては、農業、とりわけ果樹栽培においての霜よけ対策として、果樹園のあちこちにタ炭コンロを置いて、特に伴走などの被害を防ぐ方策としてタ炭が利用されている場合もある。大韓民国では、1988年の最盛期には、民家の78%で暖房などにタ炭を使用していた2292.6万トン。しかし、 1993年には33%程度に減り、さらに2002から2003年頃には2%以下に利用が減った119.1万トン。しかし近年の原油高騰の傾向を受けて、レンタンストーブやレンタンボイラーの利用が逆に増えてきている。韓国のレンタンストーブやレンタンボイラーには必ず煙突が接続されており、 火の連帯コンロのように室内に排気を出す形式ではない。煙突の排気機能が正常に働いていれば、長時間の室内利用が可能である。レンタ炭ンストーブの排気はすすはほとんど含まない。燃焼ガスがほとんどであるため、煙突直径は6センチメートル程度からと、焚き火ストーブなどと比較しかなり細く、掃除の手間もほとんどない。韓国のレンタ炭ンストーブは、もともとは戦前戦後に、 日本で市販されていた煙突式のレンタンストーブを継承発展させたものである。韓国でのレンタン価格は国策で1個400ウォンほどと安価に定められていたが、建物の上層階へ上げる場合や遠方への配達など労力が加算される場合は業者によって値段が変動する。その他、農業でのハウス暖房用、飲食店などでの調理、暖房、ボイラー用として使われている。 しかし、近年、暖房補助という本来の趣旨と異なり暖房よりは、飲食店の料理用燃料として利用が増している傾向があったため、韓国政府は2006年に実態調査を行い、連単価格への補助金を2008年度から年30%ずつ段階的に撤廃し、低所得層の家庭へは暖房費を直接支援することにした。年末には、 事前団体などによる低所得層への練炭配達が、キムジャンのキムチ配達とともに、風物詩となっている。中華人民共和国では1950年代頃から、日本式の練炭が、中国庶民の間でも広く使われ始めた。中国大陸の日本人外では、戦前から練炭が使われていたと思われる。中国では、それまで、石炭庫を丸めたた丼のようなものを暖房の、 熱源としていた。当初、中国練炭ンンの多くは、街中の練炭ンン屋で、手作業により作られていた。現在では近代化で徐々に練炭ンンの利用が減りつつあるものの、依然として韓国以上に練炭ンンが現役で、使われており、練炭ンンを燃料とした、様々な調理器具や、暖房器具も、例えば蒸気スチームの補助放熱板が付いた、練炭ストーブなど、バリエーションに富んで流通している。 中国の練炭暖房機も韓国と同様煙突が必ず接続されている。なお簡易な調理器としての練炭コンロのようなもの、下から練炭が燃える形式であるは中国にもある。日本では製造中止になったような様々な形状の練炭が現在も市販されている。なお中国マスコミ報道の和訳では石炭のブリケットを一律にと訳している傾向があり。 注意が必要である。また、中国語での、とは日本での成形木炭のことを指す。中国のレンタ炭ンは、サイズが小さいため、燃焼時間は90分から2時間ほどである。成分的には、木炭のくず23%、木炭粉15%、無塩炭50%、生石灰3%と4から9%であり、多くの場合、 小規模工場や出稼ぎ労働者が手作業で製造しており、日本のレンタンのように高品位ではないため扱いに注意を要し、基本的に煙突付きのレンタンストーブでの使用を前提している。韓国や中国のレンタン暖房器具は下から燃焼する方式のため、一酸化炭素の発生が多く、燃焼温度も650から660度程度であり、 練炭ンンの燃焼時間も短い。韓国の練炭ンンストーブやボイラーは縦に2から3個、重る形式だが、総燃焼時間は6から8時間程度。燃焼時間が短いため、日本へ個人輸入しても、練炭価格が安価な韓国や中国と違って、結果として暖房費が高く月割に合わないこともある。なお、中国では、家庭用一酸化炭素警報器がよく市販されている。 ベトナムでも練炭ンンは庶民の燃料として普及している。練炭ンンは残、炭、チュノム、炭と呼ばれている。主に炊事調理のための熱源として利用されており、温暖な気候から暖房用に使われる必要はなく、大火力を必要とするベトナム料理向きに直径が大きく、太く短い練炭ンンが流通している。また、ベトナムの練炭コンロは、ブリキのバケツの内側へ素焼きのコンロを収めたような、 外観になっている。日本の無縁無臭の練炭ンンを参考にして、製品開発したハウオン THNG 社が注目を集めており、日本へのテスト輸出なども行われている。石炭への依存度の高い発展途上国では、練炭ンンの製造が酸性ウー対策として注目され、安価で流通もしやすいことから日本からの製造技術者を招くなどして、生産を進めている。 またかつて練炭製造の拠点であった宇部市などでは海外研修生への練炭製造研修なども行われている。モンゴルでの牛糞と石炭を混ぜて作った手製の練炭など他国へ広まっている。北朝鮮においても中国同様暖房用などに広く使用されている。練炭は点火してからしばらくは煙と臭いと一酸化炭素を大量に発生しているので原則として 屋外で着火させ、1時間ほど風通しの良い屋外へ、連炭コンロごと置いておく必要がある。また、屋内で安定して燃焼している場合でも、1時間に3回ほど窓を全開にするなど換気に気をつけなければならない。燃焼に必要な酸素が減るほど、反比例して一酸化炭素が大量発生し始める。特に、アパートマンション、気密性の高い昨今の新築住宅などでの、 電炭や豆炭、木炭の屋内使用は最初から避けた方が良い。集合住宅などでは自分の部屋を換気していても他の部屋へガスが及ぶ可能性がある。電体コンロはコンロという名前からも本来は暖房器具というより調理器具であり古い一般家屋でも電炭や豆炭、木炭を常用する場合は調理用ガスコンロと同様に 近くで換気扇を稼働させ、さらに一酸化炭素警報器などの設置が好ましい。なお、ヘルシーコンロといった名称で販売されている、触媒付きの練炭コンロは発生する一酸化炭素の90%以上を除しており、火鉢やこたつでの使用を前提としている。これは、石油ファンヒーター並みにまで一酸化炭素の発生を抑えているが、すでに製造中止となっており、現在は、 製造元の株式会社金貨で、触媒部品のみの在庫分販売となっている。テント内では、テントのベンチレーション、通風口を開けていた場合でも数分で危険濃度に達する。2003年頃より、日本において、社会問題化している。集団自殺では、タンによる死亡が多数報告されている。購入の際には販売店から、使用目的と使用場所を確認される場合もある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。